はいどうも、キャッチミーの高幸です。というわけで今日も始まりました。暇を有効に使ったフットボールラジオということでやっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日はまあ京都サンガ FC 対アルビレックス新潟の2位と3位の直接対決ということで、そこについて話していきたいなと思っております。で、まあ恒例のね、移籍期間について、今週もいろんな移籍があったっていうこともあるので、そこについて触れていけたらなと思っております。じゃあまずはサンガとアルビレックス新潟の試合の感想について話していきたいと思うんですけれども、まあ前節からね、シーズン後半戦がスタートして、後半戦の2試合目、そしてリーグが中断する前の試合ということで、かなりね注目が集まった試合にはなってたんよね。で、まあ早くも天王山って感じで、2位と3位の直接対決ということで、激しいゲーム展開も予想されていました。で、サンガもアルビレックスも両チームともにね、前節勝利しているあたり、コンディションには不安はなさそうやと思うし、サンガの方はベンチには福島ユナイテッドからやってきたイスマイラ選手がベンチ入り、投入されることがあればほんまに注目したいなと思いながら見てたし、スタメンの枠にはね、2試合連続で浅田選手ではなくて本田選手が入っているっていうところ、まあポゼッションサッカーでボールを支配するアルビレックスに対して、本田選手のスピードとか、まあベテランならではの勘っていうところでボールを刈り取ってくれるんじゃないかっていうのが個人的な感想やったかな。で、対してアルビレックス新潟の方は、栃木との対戦でね、ハイプレスで戦ってくる相手に前節勝利しているので、まあサンガに対しての対策はね、かなり入念にできているんじゃないかなっていうのもあったし、まあきっちりと 3-0 で勝利してるあたり、こういうハイプレスで来る相手に対しても俺らはきっちりと勝利できるっていうね、自信もつけてやってきてるんじゃないかなと思いました。で、前半開始早々から両チーム激しいチェイスでボールを奪い合うシーンっていうのがかなり見られてたかなと思います。サンガはもちろん前線からボールを取りに行ってっていう感じやってんけれども、最初は剥がされるシーンも多く見えてたし、新潟の方もボールを奪ったらポゼッションで仕掛けていこうっていう感じやったけれども、そこができているかって言われたら難しいところやったよね。本当に前半の10分までで京都サンガとアルビレックス両チームともにイエローカードとかはないものの、激しい接触プレーとかが多かったので、試合がね荒れていかないかレフェリングにも期待をしてたんやけれども、まあ結果的にはね、かなり荒れてたっていうか、まあ激しいゲーム展開になってイエローカードとかもいっぱい出た試合にはなっちゃったよね。で、前半14分サンガのフリーキックから攻撃を何度も仕掛けるプレーっていうのがあったよね。小木原選手が2本、グラウンダーのクロスは誰も合わずに右サイドに流れていったんやけれども、すぐにもう一度左サイドまで戻して、小木原選手、今度はファーへのボールにバイス選手が反応してワントラップから最後シュートを打つんやけれども、ゴールキーパーにブロックされるっていうシーンがあって、ゴールとはならず、あれはもう本当にめちゃくちゃ惜しかったし、センターバックのねバイスさんの見事なボレーシュートって言ったらいいかな、ああいうのが見れてやっぱ上手いなーってなったね。で、21分のシーン、新潟ボールになったんやけれども、後ろに下げたパスがずれてすかさず宮内選手が奪ったよね。で、シュートまではいけへんかったものの、サンガがこういう持ち味っていうのを見せ出してて、本当に新潟に対して怖いところを見せつけていたかなと思います。そしてまあ飲水タイムに入るんやけれども、最後のところをね、両チームやらせていないっていうのがあったので、一瞬の隙を見せた方が失点するような、本当にアグレッシブな試合展開やったかなと思います。で、飲水タイム明けの方はね、サンガがペースを握って左サイドを中心に攻めているっていうのが印象やったかな。で、28分、新潟がボールを奪うと右から中央に通して谷口選手のシュート、パンチ力のあるシュートで本当に流れをね寄せようとしてきたっていうのが見えてきたシュートやったね。で、33分のシーン、サンガ前線のチェイスから飯田選手が粘って豊さんに渡すと、まあ見事なスルーパス、これが左サイドにオーバーラップしてきた小木原選手がシュート、きっちりとネットを揺らして1対0、なんと古巣相手にね、小木原選手がプロ初ゴールを決めてサンガが先制。本当に打ったコースも完璧やったし、冷静にね吹かさずネットを揺らせたっていうのは本当に良かったなと思いましたね。結構ね、小木原選手いつもシュートチャンスがあってシュート打つんやけれども、ゴールキーパー正面とかかなりビューンって飛んでいって枠の外っていうシーンがあったので、去年まで在籍してた新潟っていうチームに対してゴールを奪ったっていうところ、かなり感慨深いものがあると思うし、まあ最後のねアルベルト監督との抱擁っていうところ、ああいうシーンも見れて、まあナイスプレーとかも言ってはったんで、本当に小木原選手のいいところっていうか持ち味を生かしたプレーが多く見られたこの試合やったかなと思います。まあその良かったプレーのうちの一つがもちろんこのゴールに入ってきたっていう感じやね。で、1点奪ったサンガは37分、松田選手のフリーキックから宇高さんのトリック
ッキーなシュート。ここはねゴールキーパー正面やったため弾かれるっていう感じやってんけれども、めちゃくちゃうまかったね。で前半の45分、アルビレックスフリーキックのチャンス、近くの選手でポストプレーをして外に展開からクロスボールもココアサンガがクリア、そして前半が終了するっていう感じになったね。両チームともに持ち味を多く出していた45分っていう印象やったし、サンガの方は最初の15分はねプレスをかいくぐられるっていうところも多かったんやけれども、飲水タイム以降は相手陣内でボールを持っていなくてもプレーしていたっていうのがあったので、本当に強みを出して前半を終了させれたかなと思いました。で対してアルビレックスの方は失点するまでは時折いいプレーとかポゼッションを駆使してサンガ相手に牙を剥いていたものの、サンガの左サイドの攻撃っていうところを受ける展開が多くなっていってて、徐々に試合を進めるのが難しくなっていってたっていうのが印象かな。後半次の1点どっちに入るのかっていうのはほんまに注目やなと思って見てたし、45分がね短く感じるゲームやったので、引き続きいい試合を見せてほしいなと思ってみました。で後半開始と同時にね、新潟はロメロ・フランク選手に代わって島田選手を投入。かなりねロメロ・フランク選手のところはサンガに攻められていたっていうのもあったので、その対応っていうところでの交代かなと思いながら見てました。で49分、アルビレックスは福田選手がフィジカルを武器にドリブル突破、ここはね本田選手がイエローをもらうものの身を挺してストップ、まあイエローカードもらっちゃったものの、あそこを抜かれ切ってたら完全に1点っていうところもあったので、ここはねイエローもらってでも止めるべきシーンやったかなと俺も思いましたね。まあもらわん方が一番いいんやけれども、もらって止めるっていうプレーもねディフェンダーには必要っていうのがあるので、そこは仕方ないかなと思いましたね。その後アルビレックスはフリーキックとコーナーキックでチャンスを演出。まあ前半と比べてアルビレックスがポゼッション高い位置でプレーしているっていうのもあったし、裏へのボールっていうのを供給してくるようになってきたっていうところ、ロングボールとショートパスを織り交ぜてプレーしてきたっていうのはちょっと怖いなと思いながら見てましたね。で59分、勢いの欲しいアルビレックス新潟は星選手に代わって本間選手を投入。まあここで J2 屈指のドリブラーがこの時間帯で投入されるっていうのは本当に嫌すぎる存在やなと思ったし、たださっきから荻原選手とか本田選手とかサンガのディフェンス陣4枚が決定的っていうところを止めているっていうのもあるので、ここはね踏ん張りどころなんじゃないかなと思いながら見てました。で61分、サンガは白井選手と三沢選手を投入。でその直後白井選手がボールを奪ってそのまま豊さんにスルーパス、この決定機をマイケル選手に倒されてホイッスル。まあここもねイエローカードが出たんやけれども、本田選手同様ねイエローでもいいから止めへんと失点しちゃうっていうシーンやったっていうのもあるので、豊さんかなりね抗議してたけれども、まああれはね本田選手のプレーもあったからっていうのもあってイエローカードで収まったって感じやろうね。でそれをもらったね絶好の位置でのフリーキック、ここは荻原選手も三沢選手もねシュートを放っていったんやけれども、両方とものシュートが壁に当たると。で65分にもね三沢選手が上手に味方を使ってグラウンダーのパス、これでエリア内に侵入して白井選手にボールを通すんやけれども、このシュートは枠の上ということで白井選手の移籍後初ゴールとはならずって感じやったね。結構フリーやったんでねあそこ決めてくれてたらよかったんやけれども、まあ急にボールが来て体勢もそんなに良くなかったっていうのもあってゴールを決めきれへんかったって感じやったかな。で69分、アルブレックスは右サイドからテンポよくパスを回していて藤原選手が抜け出すもペナルティーエリアで倒される。しかしノーファールの判定ということで、ここでねアルビレックス側のねベンチが騒然となるんよね。もうアルベルト監督もねめちゃくちゃ怒ってたし、ベンチの選手もね結構声を荒げてたっていうのもあって、まああのプレーね正直PK 取られてもおかしくなかったなぁと思ったし、ここはね主審が本当にちゃんと見ててノーファールの判断をしたっていう感じやったんかなとも思ったんやけれども、まあ新潟からするとね厳しい判定やったなっていうのがあったよね。でその後もね高木選手と白井選手の2人にイエローカードが出るとかもあって、プレーに雑さって言ったらいいんかな、激しさが見えてきたプレーが多かったなっていう感じになって荒れ気味に試合がなってきたよね。で74分、ここゴールシーンに入るんやけれども、アルビレックス新潟の左サイドの本間選手がカットインから高木選手にボールを渡してエリア外からシュート。これにね若原選手が反応したものの弾ききれずっていう感じやったんかな、キャッチしきれずって感じやったんかな、ちょっとそこら辺判断も
分からへんねんけれども、ボールが後ろの方にコロコロっと転がっていってネットを揺らして1対1、ここで同点に新潟が追いつくシーンとなりました。まあなかなかね苦しい時間帯っていうのもあって、ここを止め切ってまたサンガの時間帯ってなればよかったなぁとは思ってたんやけれども、まあ PK になりそうなシーンとか本当に1点奪われそうなシーンが結構多かった中、ここで同点に追いつかれたっていうところ、本当に悔しいなってなったし、見てた時にね声出してもうたもんね。でその後アルビレックス新潟は勢いをね持って、本間選手と鈴木選手を中心に左サイドからドリブルとパスを織り交ぜて攻撃を仕掛けてくるんよね。でまあ攻め込まれる場面が多くなってきた中で、サンガはね本田選手と交代で荒木選手を投入というところ、まあ攻撃的な選手を入れて1点を取りに行く交代っていう感じにはなったかな。まあ白井選手がねユーティリティっていうところもあって、ウイングから1個下がってサイドバックになって、荒木選手が前のポジションに入るっていうところ、そういう感じの交代やったと思うので、白井選手も攻撃力あるし守備力もある選手で、荒木選手はもちろん柏レイする戦もあったし、ドリブルでねガン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 仕掛けられる選手っていうのもあって、まあ個人技でね1点取ってくれたらなっていうのもあったんじゃないかなと思います。で時間が少ない中ね、両チーム素早い攻守の切り替えでチャンスを演出するも、決定的なチャンスとかはなかなか作れへん状況やったね。で正直ねロスタイムの5分だけでもピックアップしようと思えばできる試合で、多分ねアルビレックスの関係者選手サポーターどこかわからへんけれども、かなりずっとレフェリーに抗議してる声とかもダゾン越しですごく聞こえててやべえなって感じるシーンもあったし、まあでもねあれだけ白熱してたらそうなるわなって思いながらも、これ抗議しすぎやろうと思いながら見てましたね。でまあロスタイム5分が終了して試合が終了。サンガはね結果的にはドローやったけれども、ジュビロが山形に負けて同じ勝ち点ながら首位浮上。まあこの中断前に首位に立てたっていうのは本当にいいことやなと思うし、ただ順位表を見ても最初はね京都サンガとアルビレックス新潟と FC 琉球、この3チームを中心に首位争いをしてきたっていうところで、前半戦終了のところでジュビロ磐田が入ってきて、この4チームで争っていた感があったんやけれども、まあ今のところね少し勝ち点差はあるものの、ヴァンフォーレ甲府とかモンテディオ山形が FC 琉球の勝ち点1勝ち点1っていう感じの差で追いついてきてるっていうあたり、まだまだ後半戦も始まったばっかりやし、この中断期間でまたいい準備をして首位をキープし続けるっていうところに焦点を当てて頑張っていってほしいなと思いました。でアルビレックス新潟の方はね、多分アルベルド監督を中心にこの試合はねかなりフラストレーションが溜まっていたと感じた試合やったかな。まあインタビューもそうやったし、少しね後半の笛は新潟側には厳しい判定もあったなっていうのも俺が見てても感じたっていうのがあったので、苦しい試合やったんじゃないかなと思ったし、まあもちろん新潟側もねオリンピックによる中断が入るし、首位にいた時のようなね圧倒的な勢いっていうのは今ないので、ここをどう前半戦のような力を取り戻していくのかっていうのに今後注目が集まりそうって感じやね。でサンガは次節7位で好調を続けている町田ゼルビアと対戦ということで、まあさっきも言ったけれども中断が入って3週間とね少し間隔は空くし、本場のね京都の夏の暑さっていうのも入ってくるっていうのもあるので、ここまでの戦いっていうところ、ハイプレスがこれまで通りやっていけるのかっていうのもポイントになりそうやなと思いながら、3週間後を楽しみにしたいなと思います。というわけで、まあサンガとアルビレックス新潟の試合感想はこれくらいにしておいて、軽く移籍期間について話していきたいなと思うんやけれども、まあ本当にね結構長く喋っちゃったっていうのもあるんで、パッパッパッと言っていくんやけれども、注目の移籍はやっぱりジュビロ磐田が金子選手を清水エスパルスから取ってきたっていうところかな。ここは本当にいい選手取ってきたなと思うし、なんか禁断の移籍とか言われてたけれども、同じ静岡のクラブから静岡のクラブに行っただけやろみたいな感じだったんやけれども、まあガンバとセレッソみたいな感じでね、そういうのもね禁断の移籍と言われてるけれども、結構いろんな選手が移籍してるもんね。そこまで気にすることじゃないんかなと思ったけれども、ニュースの記事を書く人らからすると禁断の移籍って書いた方がいいっていう感じもあるんかなと思いながら見てましたね。まあ今週のね1話のビッグニュースといったら、古橋選手がヴィッセル神戸からセルティックに完全移籍をしたっていうところやね。もうクラブ間での基本合意に達してるっていうのもあって、セルティックが完全に取るっていうのがね決まってる状況っていうのもあるので、
古橋選手の海外挑戦かなり注目やなと思うし、日本でねあれだけゴールを取ってくれたっていうのもあってかなり海外での活躍も期待やし、まずはセルティックでね結果を残して、まあセルティックやったらチャンピオンズリーグとかも出れるっていうのもあるので、そういうところでね輝いていってほしいなと思いましたね。でこのね古橋選手の対談で神戸どうなるんやってなったんやけれども、なんとね神戸中川選手を取るんじゃないかっていうね報道が流れてて、ほう横浜 F マリノスから取るんやってなったんやけれども、横浜 F マリノスもねなんやかんや選手を放出しちゃってるんよね。まあオナイウアド選手が本当に最近のニュースで見たんやけれども、トゥールーズ FC に完全移籍することがほぼ確実っていうのもあって、まあフランスの2部やけれども有名なチームに移籍するっていうのもあるので、戦力の減少おびただしいやろなって思ってるんで、マリノスはそうやって抜かれていくところをどう補強していくのかっていうのも注目やなと思いながら今週は見てましたね。まあ他にもね大宮が徳島の川田選手を取るんじゃないかとか、大分トリニータが湘南ベルマーレの梅崎選手を完全移籍で取ったとか、もう話すことって結構いっぱいあるんやけれども、今かなり喋ってるっていうのもあるので、これくらいでねパッパッパッと言っていってるっていう感じですね。じゃあまあ主な遺跡についてはかなり触れていったと思うので、これくらいで終わりにはするんですけれども、まあ今週はねアルビレックス新潟と京都サンガの試合を中心に、他の試合もねかなり白熱した試合が多かったっていうのもあって、まあいつもやったらねピックアップして何試合かね話すっていうのもあったんやけれども、今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。じゃあ一旦ね J リーグが中断期間に入るということで、このラジオどうするかわからないんですけれども、来週なんか話すことがあれば話していきたいなと思うし、話すことがなかったら多分3週間後のサンガと町田ゼルビアの試合感想について話していこうと思うので、また次のラジオも楽しみに聞いてくれると嬉しいです。というわけで今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。